しい。眩しいですか？眩しい。あれが閉まればいい。めっちゃやりにくい。今日もオープニングなんかやるの？守護天節。あ、ホイップです。入れます？こっち。はい、こっち。今日は畳に全てを任せた。よろしく。はい。どうしようかな。なんか一言言おうかな。今日のテーマは何でしたっけ？修羅場。修羅場。かしこまりました。よろしくお願いします。お願いします。修羅場かあんまり喋りたくねえな。そうなんだよ。難しい。先週読めなかったやつ。あと30秒。読みましょうね。はい。ストリーム読んで。はい、最初ちょっとフリートークしましょうか。どうします、うん、読んだらあの星印っていうやつを外していこうね。うんうん、あ、でも誰がやるか決めない。でもこれ更新しないと反映されるんですか？反映される、はい、で誰がやるか決めないと。もしかります10秒。基本的にお二人が読んでください、はい、まあ、コメントは自分が読むんで。はい、5、4、3、2、1。しまいましたね。 FM ギノワンのパンドラの箱。さあ、今週も始まりました。ひょんなことから映像制作会社 ABIC で知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティ、びっくりラジオ。この放送毎度おなじみバナとひとみとタカミとサンチェスでお送りいたします。はい、第95回7月27日のメッセージテーマは修羅場。バシュラもしも丸々で修羅場を迎えた場合、皆さんならどうしますか。何度も修羅場をくぐり抜けてきた私の友達の話を聞いてくださいなどなど、皆様のテーマトークだけではなくその他のメールやコメントも募集しております。はい、7時15分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載です。7時40分頃の月1コーナーは、ひとみんの王ギリギリ、今週のお題はこんな A びっくりラジオは嫌だです。皆さんの面白回答待ってます。はい、7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントやこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞等、最後までお楽しみが満載です。番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmgino1.com avic@fmgino1.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送のリスンラディオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧ください。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社 ABIC、 型枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件。それでは ABIC ラジオスタートでーす。ビックビックビックラジオ。言うかと思った。言わなかった。はい、今日は何も一言なし。あ、もう喋れてるの？そして。はい、こんばんは。こんばんじゃないか。はい、まだ明るいからね。まあでもまだもうこんばんはでいいんじゃないですか。いいのか。6時過ぎたらこんばんは。いや、もう7時ですよ。そうだよね、そうだよね、もうこんばんはでいいですよ。普通6時過ぎたらこんばんはなんだよね。うん、はい、ということでね、はい、こんばん。超久しぶりですね、3人。久しぶりだね。4人か、4人揃ってっていうの。3週間ぶりぐらいかもね。ぐらいかな、寂しかっただろ。
どうでした先週。俺聞いてびっくりしたんですよ、うん、こんなに洋山崎さん、うん、ずっと流れてるとかって一応ね、BGM 結構デカめだったからさ、うん、そうあのトーク難しいっていうね持ってかれるよね。そうだね、聞いちゃうし途中だって叫ぶもんなんか、うん、そう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 叫んでるから後ろで、そうそうそう、あれはあれでいいねまさかのノイズ2回流れますかびっくりしたんですよ。押してるからね絶対2回目ミスですよね、あれね。ちゃうちゃうちゃう、ミスじゃない、ミスじゃないの。いや台本にもちゃんと書いてあった。別の曲流してあげた方がよくなかったですか。ダメです。そうなんですね、ノイズです。一押しよ。そう、あ、一押しなんです。そう、あら、自分も聞いてみたんですけど、うん、どうでしたか。いい曲、やっぱなんか PV が独特ですね。やっぱ歌詞を、ね、歌詞に重きを置いてるというか、そうそうそう、歌詞見てほしい、聞いてほしいっていう、うん、分かってる高見。いや見たんですよ、見たんですよ。あ、見た見たんですよ分かってる、ちゃんと。いや初見でそれぐらいインパクトがあるってことは、うん、やっぱりメッセージに共感してファンがいっぱいついてるのかなと思いました。何が気に入った高見。自分ノイズも良かったんですけど、その前のリフレインって曲も結構好きでした。あ、リフレインって最初ちょっとあのファンの方がちょっと喋り、まあインタビューみたいな PV が始まったやつ、うんうん、これあれでしょ。歌って歌って、これ内容的にセクシー女優の人たちを歌った曲でしょ。そうです、結構共感が多かったみたいな、うん、そうそう、あれ出てる人もですよね、うん、最初のね、うん、女優さんでしたね。あと何だっけ、オカルティック、これ69ですか。一応ロックらしいんだけど、あ、そうなんですね、俺は69と呼びたいまあ俺も69って言っちゃってましたけど69でいこう、はい、ロックなんですね。ロックです、はい、あと女に浮気がバレる26の法則ね。あ、これ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 は、これいいですね、共感っていうか。でもあれ男の人結構分かりやすくない、うん、ちょっと、うん、ちょっとね、分かりやすすぎるね、うん、分かりやすすぎるなっていうのあるんだけど、うんうん、別にいいじゃんっていうやつもあるさ。そう、てか男の人あれ見てさ、あのやらないように気をつけようっていう人もいたけど、うん、あれ全部やらないようにしてもバレるもんはバレるなっていう。そうなんですそっか、バレるもんはバレるんですよ。その人ってね、本当に勘が働くって言いますけど、好きや注意だからね。うん、まあそうね、スキヤで女の子と密会するのはやめてくださいね。何スキヤでやってんの。そしてスキヤでバレたから。逆にスキヤでバレるっていう、よくスキヤでやろうと思ったの。だからよ、逆にね、いや逆ですよ。そう、逆に東大元暮らしですよ。そうそうそう、逆にスキヤなら大丈夫だろう。居酒屋とかね、バー行くよりはってことですよね。そうそう、スキヤに行こうと。そっかそっか、そしたらバレるっていう。だって明るいからみんな見るしね。結構知り合いのとこ行ったら、ね、表情に出るからね。びっくりしたね本当に修羅場ありそうね、うん、あるよ修羅場ということで、はい、コメントちょっと来てますので、はい、コメント来ます。ひとみんイケメンズ皆さんこんばんは。こんばんは。おー、イケメンって言われてますよ。ありがとう、嬉しい。多分俺のことだけだな。俺だね、俺だな。いや、図だからみんなでしょ。なんで自分だけって孤立しようとして多分俺だけだね。いや、図ですか、複数形ですか、みんなになりましょう。シュプリームさんね、ありがとうございます。はい、東京は涼しいよってね。いいな、嬉しい。いいな、沖縄。今日なんかロケ大変だった、ね、暑かったですか。あ、日差しがね、昨日ね。あ、そう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 、一番一緒に行ったけど、うん、日差しが。でも朝方結構涼しくないですか。朝方、うん、朝方結構朝ですか。私朝方はね、結構朝来た時、うん、寝る時は暑いんだけど、うん、あ、なんか、うん、午前中結構涼しくて過ごしやすい、うん、クーラーなしでも。あ、そうですか。うん、風があるからね、うんうん、クーラー使わない方がいいんだよ。うん、クーラー買う。まあ、でも適度だったらね。違う、クーラー買うけど、うん、昨日か一昨日実験したんですよ、はい、クーラーを使わずに、うん、扇風機だけで過ごそうと思って、うん、でも全然いけます、全然いけます。そうそう、いけるし、ちょ、うん、暑いんだけどやっぱ汗かくんだけど、うん、普段より力が2倍ぐらい。あ、はい、全然だるさがないよね。そうそうそう、うん、気持ちがいいんだよね、うん、気持ち。そう、私もここ最近汗だくになりながらお家の掃除したりとかして、逆に健康的になった気がする。あ、クーラーはね、やっぱメリットデメリットあるからね、うんうん、でも力は2倍ぐらい出る、本当に。俺こんな力あったかっていうぐらい例えばどんなところに2倍荷物持つときとか、はい、なんかあのそれ、うん、いろいろ運ぶわけ、荷物が関係あるね。なるほどね、あるか。大手電機メーカーに喧嘩を売るっていうことですね。喧嘩売ってないよ、まあ、2倍って適度に使いましょう、適度に使いましょう、クーラーは適度に使えばね。そうそう、適度に、ね、編集とかはクーラーあった方が断然やりやすい。 それは、ね、あと車の中とかね、うんうん、車では使わぬ、車はさすがに、うん、使わぬ、使わない、使わない。いや、車は使った方がいいよ。それは偉いっつうか、なんて、うん、負けた気がして嫌なんどんなの嫌なんです。誰に負けた、何が嫌なの。そして自然、まあ、自然、ね、結構喋ってますけど、夏、あとシュプリームさんとあと高田組ファンさんも来てますね。お、いらっしゃいませ。はい、そしてハッチーホーミーさん、ツーさん、ハッチアットホーミーツーさんですね、はい、はいさーい、はいさーい、はいさーい。サウロ兄さんも来てますね。
はい、こんにちは、フォーエバー。戻ってこい。おーい。どこ行くの英雄に。なんでこんにちは、フォーエバー。いや、もうなんか、枕言葉にしてたけどよ。な、どういうことよ。よくわからないけど。はい、いろいろ来てますけど、早速、うん、テーマについて。はい。テーマ何だっけ修羅場です。あ、それだ。テーマ修羅場です、うん、今週のテーマについて倖田來未ファンさんからツイキャスコメント来てます、うん、何でしょうか、はい、修羅場はね親の喧嘩だよ嫌になるくらい見てきたこれね嫌だ分かるわあるよね親の喧嘩の時って、うん、特に寝てる時とかにやられたら、うん、寝てるふりしません寝てるなんか寝てるふりしてるけど聞こえてるみたいな分かりません、うん、聞こえてる全部聞いてるんだよでも私長女だったから仲裁に入れっていつもよっあの夜中から起こされたりとかしてどういうこと誰にあ兄弟に親に、うん、あもうそういう役割があったんだそう、うん、まあ女同士じゃないですか女の気持ち分かるだろあなたみたいな感じで起こされた起こされた嫌だそれまあ親は 親でもやっぱりね人間だから、うん、あの喧嘩ちょっと、ね、ヒートアップすると味方が欲しいって言うときあるじゃないですかそれを娘に求める私しかいないからね女性マジ、うん、あこれ下男だから、ねうん、喧嘩そういう喧嘩の内容覚えてません今でも全然なんかそういう修羅場とかに、うん、なってるやつとか、うん、内容覚えてなうっすらだけどこんなので喧嘩してたなってなんか覚えてますもんねちょっとそうなんだ、うん、俺理解できなかったどの辺がだって英語とスペイン語と日本語混ざってるから何言ってんだこいつらいや急にテーマでイレギュラーの話題出てきたな。だってそうさ、あれ兄弟分かる。いや分かるけど。分かる。見たことあるよ。日本語のさ、どこだったかな。フィリピンの、うんうん、あフィリピンの奥さんがいる人と夫婦喧嘩してるの聞いたことあるんだけど。フィリピン。最初奥さんは日本語で喋ってるわけ一生懸命。うんうんなんかねあの旦那さんがフィリピン行った時に、うん、そこの夜のお店に行った話をしたんだよ、はいはい、で奥さん多分ね聞いてて最初はニコニコして聞いてるんだけど、うん、だんだんなんかあの我慢できなくなったんでしょうね、うんうん、日本語であなたはねいつもなんたらかんたらねなんたらかんたらブロロロってもうそういうことルルルそうそうなるほどなスペイン語にじゃあフィリピン語になっちゃってテンション上がってねその声が出るんだなんか BGM 聞いてる感じだった俺はうんスーってなんかもう入ってこない全然あー内容がもうあなんとなくこういうことで喧嘩してるんだなっていうのは分かるけど、うん、やっぱりねスペイン語分からんし英語さらに入ってくるし全然分からないからふーんって感じで聞いてたあじゃあもしサンチェスさんも喧嘩ってなったら、うん、あえてそういう英語とかスペイン語出ます出ないですよね方言だなやっぱそうですよね方言だね方言が強く出ちゃうかもしれないなんかメールもね、いろいろ来てますね。うん、来てますね。いやいや、もう方言ってね、出てきたら、ちょっと、うん。いや、もう親の喧嘩方言出るから、絶対、もうほぼ。俺も離島なんで、うん、もう、方言出まくりですよ。出そう方言。はい。はい、メールもたくさん届いてるので、でね、早速紹介したいんですが、ちょっと先週ですね、はいはい、先週のテーマ、暑いについて、ケ、うん、インさんから届いてたんですけど、うん、これ読めなかったので、ちょっと今日、紹介したいと思います。どうぞどうぞ。ですね、はい、どうもひとみんさん、バナー広告さん、けん玉レンジャーのサンチェスさん、はいさーい、うん、はいさい、はいさい、そして舞台永遠の一秒お疲れ様でした、うん、ありがとうございます、うん、俺も舞台見に行ってきましたがガチで泣いちゃうほど面白かった、うん、ストーリー的にも完成度高くてびっくりしました、うん、8月の舞台も楽しみにしてるんでくれぐれも熱中症に気をつけて稽古ちばりよー嬉しいですね、うん、嬉しいね、うん、おっと今夜のテーマ暑いといえば分厚い肉違うかそれともホットの方それもちゃうか全部違う暑いといえばやはりというかどっちも合ってるでしょ暑いわ今年の俺はひとみにリスペクトされたからか何ですか舞台公演を見に行くという暑い夏の楽しみ方を見つけてしまいましたいいね、あこれは嬉しいこれは嬉しいありがとうはい、これまでは歌のライブばかりにハマっていましたがたまには気分転換で舞台見て気持ちをリセットしてみるのも悪くないなと改めて実感してます、うん、ひとみ素敵な舞台公演に誘ってくれてほんまありがとうねということでしたありがとうございます増えたね一人そう本当舞台にね興味持ってくれる方がそうそうそう舞台見てください本当に見てください皆さんどういう立場で言ってんの誰だ俺が出てるみたいになってるけど、ね、そう本当違うんだ俺は舞台行く方なんだよハマってるもんハマってるすっ込んでるけどハマってんですよ舞台結構見てますもんね結構見てるよ、ね、TSJ さんの舞台とか TSJ さんが多いかもね、うんうん、自分もなんか舞台 あんまり見る前までは、うん、そんなに見るほどみんなが見るほど、うん、こうどうなんだろうと思ったんですけど、うん、行ってみたら面白いですねやっぱ舞台、うん、でしょでしょ、まあ、行ってみるもんですね、うん、特に永遠の一秒良くなかったよかった永遠の一秒ね本当に
やりがいあるんでしょうね、やるかは。はい、めちゃくちゃありましたよ。ね、だっても1回しかね、はい、あれっていうのもっとね、1回きりっていうのがはかなかったけど、できればいいですけど、東京であの優秀賞、優良賞をいただいたものだから、作品だから、もう貴重な作品でしたよ。高見出るか？え？俺らも出るか？何役ですか？発球役ですか？ははは発球役発球発球なんで発球ボールだボールボールそれは分かりづらい甲子園のやつ発球って言わないか球もうでもちょっと戻しますけど、はい、サウルお兄さんからも来てますよ、はい、僕も喧嘩になったらちょめちょめ語だなって、はい、ちょめちょめ語だちょめちょめ語で喧嘩するんですよ親山下信卑猥な言葉ですごいですね喧嘩してるのか口説いてるのかっていうどういうことどういうことちょめちょめですからどういう違うのか具体的にちょめちょめを聞きたいな聞けるか、ねはい、あでもそれ喧嘩にならないねちょめちょめ子って、うん、ちょめちょめで喋ってるんですかじゃあずっとちょめちょめ子って何だから、うん、もうほんとちょめちょめなんだから何がちょめちょめってってことですよねあ違うの違うんじゃん違うのなんか違うそう違うのかな違うそうなんか違うそうそれ違うのか違うそう、うるさいわ。初めて聞いたけど。違うそう、違うそう。なんか横からとこに突っ込み出したんで、ごめんね。メール続いてきてますので、はいはいはい、読みましょうか。はい、はい、びっくりネームほっぺさんからありがとうございます。ほっぽー。皆さんこんばんは。早速ですが、今週のテーマ修羅場。22日土曜日放送のうちわ見ましたよ、うん、いつもと感じが違ってまるで道徳の時間に流す教育番組を見ているようだったさそうなの褒めてるのひとみさんのナレーションも良いいい感じだったし、うんうん、高さんの悪ふざけもなくなかなか更新が記録さ記録が更新されずにご機嫌斜めになるゆうきさんとの修羅場もなく、うん西表島の自然の中で子供も大人も成長する素敵な内容でした、うん、来週の後半編も楽しみにしておりますということでしたはい番組路線変えたんですか？だからね、今回は特別にいい話になってるんだよね。いい話で構成したんですか？そう、うん。BGM もあるし、ナレーションも入ってるし。BGM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 。噛んだだけです。はい。BGM。BGM。いいからそこフラ拾わなくて。BGM。BGM だから。見た？うちのナンバーワン選手。バックグラウンド。見てないですよ見てないんだ見てないです見てほしい、ね、たまに見るとね、うん、違う違うあれやってたわけあの録画予約したんだけど、うん、ハードディスクがあの仮面ライダーとキューレンジャーでいっぱいになっててハードディスクがゼロになってたわけもうあそうだったんだそうだからもう来週からしか見れないんです来週もね今週ねあ今週ね週あ今週かそうですよ今週です、はい、サウロニさんズイーってズイーズイバックグラウンドエグゼイドも良かったねそろそろ最終回だな、はい、あれはな飛ぶなそろそろな何がいいからもうそろそろ A ブック紹介行きましょうか今週カメラライダーなったっけ名前言うな言うな8月からやるんですよねあ変わってるはいなんか変わってるなんかシリアスな感じしかも今日スムーズでしたね行き方うん A ブック紹介ですよいやもう1年流行ってるから今日だけって曲が変わったというか、はい、まあ今週もありますあのうちのナンバーワンの西表島、はい、スペシャルの第2弾ですね、はい、2弾はいなんですがいろいろ子どもたちがチャレンジして成長していく姿を追ってるんですが、うんうん、まあ子どもたちだけじゃなく、うん、スタッフ出演者すべてチャレンジしている番組、回ですね、はいはい、なってて、うん今流れています曲、うん池田卓さんが作った、うん海賊船っていう曲テーマ曲を作ってもらったんですよ、はいうん、それを今回この番組用に、はい、僕アレンジしまして、はい、最中で流れております、はい、いいっすねこれすごいなんかロープレでありそう冒険してる感じ出てる、うん、冒険なんか、うん、ドラクエで港に行きましたみたいな、うん、そうそうそう、うん、港のところみたいだね、うんドラクエ7のところみたいなドラクエはいいよ最初のドラクエ7のところドラクエはいいわそろそろ11港のところナンバーワンだわ、うん、今ドラクエですやりてえドラクエドラクエにやりてえじゃねえよ、うん、だから本当にね今回評判いいんすよ先週のやつも、うん、本当に教育番組いつもと違って、ね、悪ふざけなしでっていうのがありまして、うん、本当にね、はい、番組らしい本当にちゃんとしたっていうか、そう自分でちゃんとしたっていうのもなんだけど、もうね、本当に脳あるタカは爪を隠すですね、本当に本気出した隠しすぎじゃん、タカさんだけにね、まだいぶ隠してるよね、タカさんだけに、たまにやるからいいんですよね、こういう番組ね、うん、こういうのをね、うん、でもね、なんかね、やっぱ BGM ナレーションつけてほしいですよね、うん、普段から、まあないのもそれはうちわんテイストっていう、うん、でもまあことも言えなくもないけど、いざこざはラジオ外でやってほしいんですけど、ラジオ外でやります。すごい却下されてびっくりしちゃって、うん、まあ本当はゆくゆくはね、はい、テーマうちわんのなんか
テーマソングみたいなのもタカさん考えてるらしいから、ね、おうーん、あー、そうなんだ。歌いたい。いいね。歌いたい。うん、歌いたいな。歌いたいって言った今。すごい。ラップ。ラップ。ラップですか。ラップっぽく。ラップ。いいですよ。大丈夫ですか。まあまあビクビク、そういう機会もあるんじゃない。もしかしたら。CD デビュー。オールスターでやりたいなと思ってます。あ、うん、いいね。関わってる人全員。ね、やりたい。参加型の。うん、関わってない人俺ら。関わってないけどね。俺ら。いや、ラジオでさ、関わってる。関わっとるやんけ。そうそう、エイビックさん。うんうん。なんかエイビックの後ろの金城さんとかもなんか参加するって噂があるけど。そうなの？うん。一応ご近所さんだからね。何百人になるかも。金城さんなんていっぱいいるでしょ。金城さんのラップ聞きたいね。聞きたくないでしょ。うん、誰なので今週第2弾。はい、今回はね、今週はゆうちゃんも結構チャレンジして、水に飛び込んだりとか。おー、すごい、うん。水に飛び込むんすか？そう、ズブル濡れよ。ズブル濡れ。なんすかそれ。ズブル濡れって何？びしょびしょですから。ズブル。やば。はい、ズブ濡れ。ズブル濡れ。やめなさい。やば。絶対見るし。ズブズブね。エグゼイド1話消そう。ズブワンね。はい、ぜひご覧ください。10時15分からでーす。よしよし。はい、じゃあ曲いこっか。うん。何する？は、え？え？リクエストあったんでしょ？リクエストあったんでしょ？じゃあ先週のやつ。めいちゃんさんからなんか、はい、うん、来てますでしょ？パフュームで、はい、なんだっけこれ。ドリームドリームファイターか、はい、来てますのでお聞きくだしゃい。いっちゃれいっちゃれい。は？ちょっと待って、ちょっと待って、なんでよ。間違える？なんでよ。さあどうぞ。1年10ヶ月だから。鉢合わせ系ですな。鉢合わせ系ですね。鉢合わせしたらさ、どうする？怒りに身を任せて拳を振るのか。こっちが鉢合わせた。こっちが見ちゃった感じ。つらいなぁ。冷静に話し合いできます？できないかも。ちょっと一旦できますか？ひとみはどうするの？この状況が今、ひとみが飲み込めてないですか？飲み込めてない。教えてあげてください。サプリメントにして飲ますしかないな。あ、アッチーさんがの友達の彼女。そうと、誰が褒めてるの？呼んでください。友達の彼女と自分が、アッチーさんが揉めたってことでしょ。あ、友達の部屋で揉めて、うん、あ、違う、揉めて、彼女と A 君がこそこそだ。いやいやいや、友達の部屋で彼女と A 君がコソコソしてる。そうそうそう。友達と A 君は違いますよ。あれ？ってこと？もうやばいやばい。そこに A 君。ちょっと待って、俺たち大丈夫？じゃあ、アチさん。A 君が、A 君が2回出てきてるからややこしくなってる。どういうこと？ A 君と彼女が。うん。アチさんと。女神ちゃんの家でコソコソしたんでしょ？うん。そういう話を。彼女と。コソコソって何か知ってる？じゃあ友達です。友達の彼女と友達との A 君のことですか？友達と A 君一緒？同じ人物ですか？なんでこんなトラブルなの？あ、でも A 君みんな理解してないから理解してないのに。なんで A 君が2回出てきてるから。アッチーさんが友達の彼女と褒めてたんですか？アッチーさんが A 君ってこと？全部ややこしくない？めっちゃカオス。ややこしくしないでちょっと。アッチーさんが？エッチアッチーさん、エッチーさんが友達の A 君のコソコソした。エッチーさんと友達がズブル濡れしてて、ズブル濡れしてるところに、もう話が戻ってくる。もう横からさ、そのコソコソって
何か知ってる？サラお兄さん、シャリーマン今関係ないけど。なんでシャリーマンに言うの？シュプリームさん、コインくれたのよ。シュラバがシャリーマンに似たんでしょ、単純に。シュラバとシャリーマン。シュラバみたいな。シャリーマンでかからないですよ。シャリーマンね。あと、シュプリームさん、ケインありがとう。ケインちゃん、コインありがとうございます。いつもケインさんがコインくれてるから。ありがとうございます。お父さん来てんじゃない？あ、本当だ。お水飲んでるはず今。今日はスイカ、今日はスイカの日。ホッペさん、今日はあのあれですね、小座風ですね。あ、小座風。小座風。ビーボーイ。いっぱい来てる。小座風なのそれ。スーツの時はナハ風だけど。あ、そうですよね。そうなの。アッチーさんとだよ。ほら、アッチーさんと友達の彼女と揉めたんですよ。あ、その時に、ね、彼女と A 君がコソコソしてるやしって言ったんだ。言ったんだ。彼女と A 君がこそこそ。鬼よ。すっげえなんかムステリー。推理小説みたいな。あっちさんが友達の部屋で友達の彼女と要はこういう彼女と A 君がこそこそ遊んでるやしっていうこといたんですよ、揉めて。ああ。でそしたらそのところに A 君が現れたってたんです、そのことを。はい、ああ。やってる時に A 君が入ってきて友達と一緒に来た。本人ご登場。そう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 。お前は A 君とこそこそ知るだろっていうのを言ったら。はい、お送りしたのは Perfume でドリームファイターでした。CM の後も続きまーす。わかりにくい。ほら、リマさん、はい、ひとみん。青色似合うね。ブルーひとみんって。いやいや、病気だわ。これカビですよ、カビ。違います。全部カビです、これ。クマほらほら。意味、お前らペアルクかわい。偶然ですよ。ペアルクみたいになってる。ペアルクか、はい、ちょうど後ろも同じ色じゃない、うん、そうそうそう。色があんま分からないんだよ。修羅場のために猛攻が死んでいくってことは、ショーレングさんのなんか悲しいのなんの、どういう生活を送ってるか。先週も何だったっけ、ヘドバンして猛攻が死んだみたいな。死んでいく。ああ、三山崎さんのあれだ。超メール来てますよ、ね、読みましょう。開けたら。開けたら読みます。一発目俺読んでいいですか。あ、味噌煮込みスキーさん、こんばんは。味噌煮込みスキーさん。あと、もう、これ、本ちゃんで読むか。思ったけどさ、さっきの一つのコメントでここまで広げられるんだったら、うん、2個のコメントで1時間終わるんじゃん。いやいやいや、無理かな。特別だよ、妄想広げて。誰が聞いても面白いね、このやりとり。妄想を広げて。5、4、3、2。エビックナンバーは、上半身。エビックナンバー、中半身。エビックナンバー、下半身、3人揃って3チームエイビックのエイビックラジオ。79.7 メガヘルツでお送りしております。エビックのエビックリラジオ。今週のテーマは修羅場となっております。はーい、 CM 中にだいぶ修羅場なってました ね、はい、一つのコメントでね、新里あっちーさんのコメントがみんな解釈するのに時間かかってる。俺の解釈間違ってるのかなと思ったんだ。当たってる、当たってるでしょ。みんな一回あーって言ってたのに、うん、掘り下げてったらみんな結局理解してなかったっていうね。いや、不安になりましたよ。自分が理解してないのかなっていう。そうね、サオロ兄さんも、はい、あのね、喧嘩の後はほっぺにチュってきてますね。あら、修羅場じゃないね。ほっぺに中じゃないでしょ。んなんすか。いや、なんでもない。あ、もうもっと掘り下げようと思ったけど怖くなってやめた。もう一つのコメントにね、議論してる間にいっぱいツイキャスコメント来てましたけど、ね、はい、のメール見ましょうか。メールめちゃくちゃ来てるんで、今日メールがやばい。ワからも来てましたね、うん、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあメール読んでいいですか。メール読みましょう。これ名前読み上げていいのかな。んどれ、 K さん、 K さん、これ読んでいいのかな、名前。KT さんって読む？あ、そうですね。じゃあ KT さん、はい、ラジオネームがないんですけどね。どれどれだ？よかったらラジオネームを。はい、うん。ビックリネームでお願いします。あ、お願いします。はい。A ビックメンバーの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。いつもラジオ聞いてます。はい、ありがとうございます。初めてメール送るので、うん、ドキドキしている、ポチと言います。あ、ポチってあるやん。ポチさんです。ポチさん。はい。ありがとう。初めまして。初めましてだ。あれだ。初めてなの？わーお、サプライズ。やった。いや、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。感じないんでね、読む人は。はい、今回のテーマ、はい、修羅場。大学生なのでレポートとテストに追いかけ回され、まさに修羅場ナウです。あー、大変だ。大変そうだね。もう友達も1年生になったらを急に歌い出したり、アマゾンの貴重なタンパク源って叫びながらチンスコを食べたり、アビ共感です。なんでそれ。やばいな、もう修羅場だなこれ。なんで、どういう意味最後のやつ。私も正気を保てるうちに A ビッグメンバー皆さんの声を聞きながらレポート頑張りますということです。ありがとうございます。やばいだろ、アマゾンの貴重なタンパク源って言いながらチンスコを食べるんだ。
なんか、いや、先駆け男塾的な感じだけど、クラス。レポートでもみんなやばいんだよ、頭が。そっか。レポート頑張ってください。期末時期ですからね、大学。それか、FM 議論でレポート書くって手もありますよ、ね。ややこしいわ。いいね。いいんじゃない？ラジオ聞きながら。そうそうそう。いやいや、チンスコ食いながら。変な友達も一緒に来るから、チンスコ食いながら。大丈夫かな？叫んでる友達が。うん。あ、でもみんなでね、助け合いながらできるんじゃない？そしたら。来てください、ぜひ。そうですね、迷惑かけないという人に来てください。コーヒーも水もあるんで。はいはい。そうだよね。うん、カフェ感覚でちょっと遊びに来てください。コーヒー100円ですよ。安いですよ。FM ギノワンの方針としては嬉しいのかな？勉強しに来てたら。嫌でしょ？嬉しいでしょ。快適だよね、景色も美味しい。快適だよ。いやいや、ラジオ聞いてよ。ちょっと太陽が眩しい時もあるけどね。まあね、でも夕日綺麗だからね、うん、いや、ラジオ聞いてよ。なんで夕日綺麗だから。夕日見に来ないでよ。ちょうど今土地開発してる様子を見れるからね。誰が楽しいの？あ、そういう勉強もできるのか。そうそう、基地変換されてね。ラジオ聞け。ぜひお願いします。基地変換って。ポチさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そして、続いて。びっくりネーム、ミトコンドリアンさん、はい、ありがとうます。これ初めましてじゃないですか？マジですか？皆さんお疲れ様です。時々聞いているリスナーですが、初投稿させていただきます。これコーナーじゃない？あ、これコーナーのやつか。コーナー。あ、じゃあこれコーナーで後で。コーナーで行きましょう。そうね。あれやりたくない？初めまして。あ、そっか。やりたい。初めてなの？わー、サプライズ。はい、ミトコンドリアンさん、最後の吐息なんだろう。これ大事だよ、ゆいちゃん。何か、あーなの。大事です。大嫌い、大好きじゃないんだからさ。大好き、大好き。はい。はい。はい、じゃなきゃ。行きましょうか、次。はい、行きましょう。どんどん行きましょう。はい。いいね、今。びっくりネーム、ビンゴさんからありがとうございます。ポポー。これなんて読むの？おばた、こばた、おばた、ゆうなさん。はい。直木屋さん。はい。蓮舫議員。やめましたね。やめましたね。今。今晩夏休み。はい。誰が誰なの？誰が誰なの？俺が直木屋さんかな？俺だろ、絶対直屋だから。今日のテーマ。今日のテーマ。本名は言うなよ。あ、今それでそれでそれで。もうメール入ってこない。今日のテーマ修羅場についてですが、はい、話せる内容ではないので早送りとして、はい、本題の今日のサブテーマ。アニバーサリーについてです。誰のだ誰の記念日だ。そういえば来週は開局記念日ですね。特番などがあると思いますので、コメントなどをいただければなと思いますね、うん、じゃあまた後から。開局10月だけど。そうだよね。絶対別の曲でしょ。また。びっくりした。何のですか？蓮舫議員が出てるラジオの番組のラジオ曲でしょ。どうせまた出てるわけねえだろ。そして蓮舫なんか時事ネタが結構今日はね、うん、多いですね。時事ネタ。はい、ツイキャスでもシュプリームさんから今井美樹が修羅場なう。今井美樹さん。今井美樹。今井美樹は、あの、私は今の方ですから。読み間違えた。今井美樹ね。今井美樹。もっとスピードね。すいません。今井美樹さん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さん。どんどん見ますか？はい。そうですね。続きまして、どっちか読みます？ああ。サンデさんも読みますか？そうですね。味噌煮込み好きさん読んでいいですか？はい。どこだ？はい。ひとみん、たかみん、ばなさん、ヨンチェスさん、クリビツファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。味噌煮込み好きです。ありがとう。修羅場ですか？はい。あるある。昔のことは割愛するけど、ちょっと前ではラジオのことをめぐってマジ喧嘩、うん、今思ったら ラジオのことでなんでムキになったのかと恥ずかしくなるけど、うん、結局2人してラジオ好きすぎるんだね、こんな修羅場抜けて成長するかな、うん、いや多分ラジオ好きにはますます拍車かかるだけな気がするよ。あ、ラジオのことで喧嘩って何だろう、ね、どんなこととか。リスナー同士でそういうのもあるんですか？ね、あるんだね。俺もそう思ったんですけど、ね、チャンネル争い。でも味噌煮込み好きさんあれですよ、あのフリムーンラジオの名護市区じゃなかったでしたっけ、うん、名護の名護市、いや名古屋、名古屋だ、名古屋の、そう、夫婦で、夫婦で、あ、ダンサーズさんのでしたっけ、うーん、とこうたまに電話で、あ、そうそうそう、はいはいはい、そうだね、そうだそうだ、それでなんか、うん、なんかあるんですかね、ラジオで喋りたい、喋ってる内容とか、ラジオ熱がすごそうですね。そうそうそう、あ、好きだからこそ、うんうん、高見と相当なんか論争できそうじゃない、うん、なんで好きなんでしょ、ラジオ。ラジオ好きだけど、うん、急になんか二人で会ったら黙るよ、多分。いきなり殴り合いとか。なんですかって。いきなり殴り合い始まって。なんでですか、警察来て、はい、どうしたんですかって、ちょっとラジオのことでって。なんで俺できんだ、はい、ラジオで殴り合いしてんすか。わかりにくいよね。高見逮捕。俺が逮捕。逮捕。一応俺が、うん、なんですか、あの、この漫画みたいにドカドカみたいななんか言うってことですか、ラジオだったら。ちょっとよくわかんない。わからないでしょ。俺もわからなかったよ。ドカドカがちょっとよくわかんない。交換ですよ。すごいね。やっぱリスナーさんもさ、ね、ラジオ好きがやっぱ集まってるから。嬉、まあまあ、しいですね。番組とか持つとなると結構熱いんでしょうね。そう、熱いはずよ、うん。やばいはずよ、もう。うん、なんだ、ドカドカだった？ど、まあ、殴った音じゃない。あ、殴った音ね。ドカ。ドカドカね。ドカドカバン。バーン。これで俺負けたの。逮捕。あ、番組名、ドカドカバン。負けて逮捕。ドカドカバン。どんな番組や。
はい、次いきますか。はい、はい、読んでないのありますよね。ありますよ。はい、はい、びっくりネーム進撃のめいちゃんさんからありがとうます。ポッポー、生放送お疲れ様です。皆さん、今日も絶賛お仕事中なんで、はい、再放送でお楽しみ、楽しませていただきますね。再放送で、はい、では、修羅場といえばやはり思い出すのは松井さんですよね。あ、かなり修羅場で早く解決してほしいなって思うんですけど、もう完全に YouTuber ですよね。あ、松井和代さんね。そうそうそう、ね、はい、離婚の修羅場早く解決しますように W、私の中で笑い、ね、修羅場なんてないんですよね。では楽しく聞かせていただきます。修羅場ね、あれね、いや、あれ逆でしょあれ逆でしょ。どうしたんですかね。なんか怖いよね。そっとしておいてあげてほしい。なんか新しいプロモーションなんじゃない。だからね、なんかさ、ね、海外でなんかまた仕事したいっていうから、うんうん、なんかこうね、話題作りなのかなっていう人もいますけど、うん、なんかそういう方法もあるんですでしょうけどね。でもなんか第三者とか巻き添えにするのは違いますよね、うん、なんか なんとかシールとかも言ってたよね。何、なんとかシール、おてんてんシール何それ、おてんてんシールの回とか、ま、松井さんがですか。そうそうそう、ワードがウケる。何それ。それ前メルカリで売ってたわけ。はあ、メルカリシールが、いや、5000円か1万ぐらいで売ってて、プレミアでしょ、これ本物ですかっていうけど、本物ってあるのみたいな。え、何、どんな人使うのそれ。どんな人使うの。イエスの枕的なことか。もうコレクションじゃない。コレクション、それが背中に貼って遊んだり、股間に貼って遊んだりとか、本物偽物の概念がよくわからんけど、そういうものがもともとあるのかどうか。メルカリ見てみよう。メルカリ買うかい。いいよ、買う。じゃあどんなのか興味ある。興味あるらしいですよ、ファンの皆さん。おてんてん、はい、おてんてんね。はい、ありがとうございます。仲良くしてほしいですね、みんな。はい、ズブル濡れです。ズブル濡れね。自分の中の修羅場行っていい。あ、なになに。なんかさ、うん、この前、うん、飲んでて、うん、めちゃくちゃ飲んだんですよ、うん、久しぶりに、はい、一気とかされて、はい、もうありえないぐらい酔っ払って、うん、はい、でどうにかタクシー乗って、はい、家帰ったんですけど、うん、気がついたら救急車来てて、うん、えマジで、俺ライトセーバー持ったまま倒れてるわけ。近所中のおじいちゃんおばあちゃんとかもうみんな出てきて、もう死に大騒ぎになってから、うん、なんでですか。で俺もうベロンベロンになって、うん、もうカラオケ屋でも俺置いてけぼりにされて、友達から。ああ、もうこいつダメだと。そうそうそう。いや、サンチェスすごそうだもん。もうスタッフの人もいい加減に起きてくださいって言って。トイレでめちゃくちゃ吐きまくって、もうどうにかタクシーに詰め込まれて、はいはい、もうどうにか住所行って、はい、家の前でもう倒れた感じ。下ろされた感じ、無理やり。ああ、もうお金も払ってけ。お金も払って、もう倒れて、うんうん、無人野菜販売所の前で倒れてるわけ、俺。はいはい。朝の8時と平日の。もう、まあ、うわ、そしたらみんなが起きてきた。みんな小学生とかも、みんな近所通る小学生とか中学生とかみんな見てるわけ。何事だって。おじいおばも見てるし、はい、うん、もう腰が悪いおじいも出てきて大丈夫ねっつって。へえ。自分の中で、うん、もうここまでなるまでお酒飲まんこうと思って、うん、自分の中でずっと葛藤してた。俺と俺が戦ってたもん。なんで俺こんなことしてしまったんだっていう。まあそうですよね。死に恥ずかしかったよ。後悔がね。死に後悔。あ、もう次の日朝起きて外出るさ、うん、もう道すれ違う人が、あ、昨日倒れてた人が、あ、有名人になっちゃった。そうそう、視線でわかるわけ。で皆さんお酒気をつけてください。ね、危ないです。財布とか大丈夫でした。お金なかったね。あ、いやなぜかなかったね。かわいそう。なかったよ。本当に修羅場、うん。寂しかった。去年の忘年会でやっちゃったけどね。マジっすか。寂しかったって。ああ、バナさんね、うんうん、トイレに籠城したっていう。えトイレで、うん、一番の友達になるんですよね、トイレが。そうそうそう。しかもね、なんか上ってなんかゲロ吐いたやつをさ、うん、それ言っちゃうんだけど。今ちょっとオブラートに包んでた。そうか、キラキラを吐いたやつをさ。そうそうそう、遅いわ。カラオケの店員さんに返すって。ありがとうございました。最低。最高だ。最低だな。笑うわ。だって持って帰るわけにも。いやいや、いやいや、持って帰ってくださいよ。いやいや、それは持って帰ってください。自分のゴミですよ、それ。自分から出たゴミですよ。そうですね。ゴミではない。栄養分だ。あ、キラキラか。いやいやいや、そうそう、キラキラ。キラキラ。キラキラじゃないよ。サボテンに巻いたら喜ぶよ。サボテン。そうなの？わからんけど、植物だから。え、なんか怖いけど。なんでよ。なんか酸化しそうじゃない？真面目か。そこはいいでしょ。真面目かよ。サボテンはいけるよ。本当に？いけるいける。すごいね、強いね、サボテン。そこ強げなくていいよ。そこの栄養の話は。なんかコメントもいっぱい来てますね。どうぞどうぞ。はい、言えるか。これはちょっと。あ、言えないね。シュプリームさん言えるか。サッチュさん読んで、シュプリームさんのコメント。なんてある？はい。ひどいな、これ。いや、ラジオだから。これは読めんな。飲めない、飲めない。飲めない。
メール行きましょう、メール。行けるとこまで、はい。行きますか。行けるとこまで行こう。初めて無視しよったね。シュプリームさん、こんなこと書くの、ね、びっくりしたんですけど。せめてあの公園の名前だったら読めたけど。あ、みそみくみすっきりさん、すいません。夕飯時にキラキラの話題って申し訳ない。いやいや、もうこのラジオで飯食おうとしてんの大丈夫、この時間帯、このラジオ聞きながら飯は食わないでください。危ないです、ね。はい。危険ですよ。メール読んできます。はい。進撃のめいちゃんさんから結構連続できてます、ね。あー、ほんとだ。はい。好き屋でやる変態、あ、さっきのサンチェさんね、うん、はい、5つ目ですね、エッチはしてないですよ、はい、3つ目、はい、ガイド3回、はい、喧嘩の修羅場は避けるタイプです、うん、はい、はい、3つ目ここツイキャスみたいになってるだからね、3つ目、そうね、まあまあこれはいいんじゃないですか、うん、もう、はい、3つ目、私も喧嘩になると方言が出ちゃうな、うん、あらー、やっぱ出ますよね、うん、あとひとみん、今週の放送タカさんを困らせないようにね、今週でもまだ、うん、出てないです、私出てないでしょ、ナレーションだけなので、うん、はい、じゃあ困らせられないね、そうですね、うん、優等生で、うん、あらですよ、はい、優等生、はい、優等生ですよあ、以上か、いや、あと一個あるな本当に、はい、あ、進撃のめちゃさんの連投は終わりか、ごめん、うん、俺探しきれない、あ、じゃあ自分誰か呼んで、次難しい、これ次読みますか、うん、モーミーさんから来てますね、あ、モーミーさんの、それ、それ、それ、ありがとうます、ポポー、はい、さい、エイビックA びっくりの可愛い人と普通のお二人様3人だわ可愛い人は俺だな、毎日暑くてハゲてる日が続いてる、うん、暑くてハゲてるのか、ありがとうございます、はい、さて修羅場、はい、朝のコンビニや修羅場と化している、うん、どうした、トイレの前には顔色悪くなっている人もいれば、うん、足組みしている人もいれば、うん、気をつけして締めるところはしっかり締めてる人もいる、大体それだよ、ワンは列の最後尾、うん、片膝ついて、うん、あ、ついで、うん、これなんて読むの、かかとです、かかとで出ないように蓋してる、目的はみんな同じひとみん、若いさに、はい、なんか過去笑い、安心、来週野菜片言のなるほどね後半全然理解できない、コンビニが修羅場とかしてるんですか、あ、ね、あ、コンビニのトイレ、コンビニのトイレ、うん、朝はねかかとで線してる、片膝ついてかかとで出ない押し、肛門をかかとで押してるってことでしょそうなのやばいでしょ、そうでしょ、どう見ても、あ、そういうことね、そういうことでしょ、トイレの前顔悪くなってきても足組んで閉じてる、股を閉じてる人もいれば、はいはい、片膝ついて片膝ついてはい、はい、かかとで押さえる、でもこのかかとで蓋するのはよくやりますよね、うん、やらない、やるでしょ、ひとみん、全体重かけるでしょやってるでしょ、わかる、わかる、わかる気がする、ひとみんはヒールとか入れるタイプどうやってよ、かく、ヒール取ってそのままケツにポンって、なんで最高だな、最高だな、最高だなってどういうことか、ズブル濡れじゃん、ハマってるな、それやりませんけど、うん、俺はやりますよお前やるわよヒール持ってんの、ヒーなんかヒーってヒーなんかヒーって怖いけど、コーナー行きますか、コーナー行きましょう、はい、どうぞ、おう、ギリギリオン、はい、スムーズにいきません、パニックってるよ、ね、はいはい、今週もこの大喜利のコーナーやってきました、はい、結構ね、盛り上がるということで、うんうん、ちょっとあの連続でやらせてもらってます、あ、よかった、はい、エビクラジオ大喜利やってみようのコーナーでーす、はいはい、今週の、お題はこんなエビクリラジオは嫌だです、嫌だ、はい、早速来てますよ、来てますね、来てますよ、バシバシと来てますね、面白いの来てるよ、はい、うん、呼んでいきましょうか、はい、びっくりネームミトコンドリアンさんからありがとうございます、ポポ、お題、こんなえびっくりラジオは嫌だ、松井和代のようにチームを結成して YouTube に動画を上げる、あー、さっき言ったやつだ、 YouTube でしか見れないのか、じゃあすごい、じゃあもう不定期だね、じゃあ修羅場ですね、うん、修羅場なのか修羅場、さっきの修羅場でしょ、これ修羅場だな、おてんてんシール売ろう、皆さんは、皆さんは家族です、真似しないで、皆さんは家族です、妄想できるの、もっと目の下黒くして、なんで化粧も落として元から濃いし、私すっぴん症も落として目の下黒いからね、週1でやるの週2だな、1年広告収入もね、うん、なるほどね、あー、それいいね、ね、
やろう。なんかやってる人にああいう感じで。いや2番線だけどね。ツイッターのフォロワーが2万人とか増えるわけ。だから松井さんみたいな。一応まあ役者試されるね。うん、そこは。パロディなのね。うん、パロディ。ああ鍛えられるかもね、うん。なんかやるか。やってみようか。やるか。うん、やろう。やるか。やるわけないだろ。はい。続いてきてますね。うん、はい、こんな A ビックイラジオは嫌だ。はい。ひとみんが放送中にツイキャスでくたばれっつと投稿しちゃう。上西議員でしょ。ああ。上西議員でしょ。あの人もちょっと炎上芸だよね。炎上芸って。炎上芸人。ひとみんがこのツイッターやったんだ。いやいや、やってないです。私、やってないです。あんな感じで。いやいやいや、しかも今これ知らない私。あ、そうなんだ。ニュース見て。ニュース最近本当見ないからさ。あら、何見てんのじゃん。え、うん、毎日稽古です。名前地稽古か。舞台の稽古です。エロ、はい、エロくねえよ。なんでよ、舞台なんのエロよ。舞台だから一つ読んでいいですか。はい、はい、どうぞ。ラジオネームじゃない、びっくりネーム、うん、ほっぺさん、はい、はい、ありがとうございます。こんな A びっくりラジオは嫌だ、はい、放送日時が毎週変更、嫌ですね。いつ放送かのお知らせも全くなし。あー嫌だ。ありがとう。常にチェックしておかないといけないですよね。そうですね、うん、そうなんですよ。見づらい。あのこぜひメルマガ登録してください。メルマガで必ずその日のお昼ぐらいに送ってますので、うん、その日やるかやらないかとか内容も全部載ってますので、うん、収録なのかとかも、ね、メルマガ4分割にして送ったらはメルマガなんでまたややこしい。長っ。続き気になるのは何でしょう。メルマガ1、2、3、4ってあって、あ、連作、うん、連作なんでやだ。その方がいいんじゃない。メリット教えてくれ。やだこれでもメルマガね、うん、やっぱりの一言みたいのが、あ、そう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 、メルマガ限定でね、うんうん、これがまた面白い。楽しみだな。そんなハードル上げないで、はい、何気にね、もう爆笑ですよね、もう見たいわ。笑いが止まらないっていうか、本当に骨折れそうな、赤ちゃんに見せたらね、まあ、窒息したからね。赤ちゃん漢字読めるの笑いすぎてすごい天才児か。天才児現れたんだ。楽しみだな。あ、まこさん来てる、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、びっくりネームサウロお兄さんから、はい、ありがとうございます。ポポ、こんなえびっくりラジオは嫌だ、はい、ヒトミンの名前がヒストミンに改名した。いいね。そしてはい、2通目。こんな時にヒストミンじゃないけど。もう1通来てますよ、はいはい、こんなエビクイラジオは嫌だ、放送中にみんな脱皮をし始める。いいね。あのね、放送事故なんだよな。ちょっとヒトミンの抜けた殻をオークションにかけたいと思います、うん、それで肉詰めて餃子にするってそしてみんなでパーティーする。食べるの食べる。上のビアガーデンでね。あ、いいですね。ビアガーデン、そうだね。やば、うまそう。それギャルソネ、ギャルソネに食ってもらう。うまそう。ギャルソネ大食い大会始める。黒いな、ヒトミンの形の餃子。やばさよ。見えるだろうね。一口餃子ね。一口もさして。どんだけちっちゃいわ。マジか。一口餃子か。ヒトミンね。どういう。それで名前がヒトミン。ヒストミンっていう名前の。ヒストミンって何だったっけ。薬だわ。薬か。ヒストミンって聞いたことある。ヒストミンって言いますよ。どんな CM 言ってたっけ。何だっけ。なんかね。なんかの。何かの。うん、なんちゃらひーちゃらヒストミン。うん、なんちゃらひーちゃらヒストミンってやつ。全然わからない。あ、違う。誰誰。何ミンだったあれ。ヒストミン。どでかミンだった。モンダミン。モンダミンだったかな。モンダミンもあるでしょ。なんかクチクチクチモンダミンだ。いやもう全部読もうよ。もうこれに時間くてやばい。ヒストミンがわからない。ヒストミンからどんどん広がっていく。教えて。はい、続きまして、はい、びっくりネームビンコさんからありがとうございます、はい、おこんなびっくりラジオは嫌だ、はい、1、10月から日曜24時、深夜だね。深夜やってないよ。嫌だよ。はい、2通目、うん、なぜか違う曲の番組表に紛れ込んでいる。めんどくさ。やりづらいから。死にやりづらい。やりづらいから。これ面白い。で、3つ目。ゲストが斜め45度の岡安と下地。下地じゃないでしょ。下池でしょ。下池さん。下池さん。別にいいでしょ、来て。まあまあ有名なんだから。嬉しいよ。いいでしょ。全然。扉閉まりますって言うから。斜め45度の。次来てます、はい、びっくりネーム、うん、味噌煮込みスキーさん、はい、こんな A びっくりは嫌だ、うん、メンバーが20人でスタジオぎゅうぎゅう。いや、フリムーンラジオでしょ。フリムーンラジオでちょっと嫌でしょ。あんなぎゅうぎゅうだから。あれでぎゅうぎゅうだもん。あれでぎゅうぎゅうでしょ。かなりの。まだありますよ。、はい、映像会社ではなく実は紙芝居の会社である。最高かよ。YouTube 配信しまくりやしじゃん。編集とか言いがち、絵描いてるみたいな。いいね。遅いー。コピー模写。コピー。コピーを模写。まだありますよ。で、はい。ひとみんにのおじさんがパーソナリティ。誰だ誰だ。いいね。俺が前会った人じゃん。
駐車場で内田優也聞けないやついないから俺が回ったおじさんだ。誰だよあれ。私に似てるんじゃないでしょ。似てはいないけど間違えたんでしょ。同じ車乗ってる人、うん、車が似てる。瞳って言ったら違うだね。違うおじさんだったって。誰よ一瞬誰よって言いそうなんだ。それも別人さ。言うな言うな。やっちゃ誰よだから面白い。瞳にのおじさんってどういう人だろう。いや内田優也さんでしょ。みそとかみすきさん大喜利得意ですね。いいね得意だね。最高。ビンゴさん面白かった。あビンゴさんあのもう一つ別のパターンが来てますよ。おあこんな A びっくりラジオだったら面白そうだなっていう、はい、いいね、あの新たに来てます、うん、新たに新たに新たな今来たんだ。来てますはいはい、はい2通来てます。受信できねえ俺の、はい、来る予定のゲストが放送局を間違えたのでその局の番組にゲスト出演してそのままそちらに電話をかける。は電話出演みたいな感じじゃあ放送局間違えたら全てが無理でしょ。もう終わりだよ絶対無理だから別の局と電話つなぎて。なんであっちの番組から参加してこっちにも参加しようとしちゃう。いや面白い。いや面白い発想よまあまあスケジュール調整も必要だし金なんかもいろいろ大変あでもこれいい方法じゃない俺たちが例えばあの、うん、一斉さんの番組に出て、はいはい、SPC の、うん、そこから電話でこの A びっくりラジオをやるっていう、うん、時間が違うします何日曜日あっち日曜日だし難しい。あそうか違うか。なんで別曜日なの。そっか違うのか。天才かよ。あ、2個目来てますね。何ですか。はい2個目、B びっくりラジオが 81.8MHz の曲でこれどここれどこどこなんだろうそれ。 B びっくりラジオ。 B って何A から B。 なるほどね。ああそういうことか。くだらない。そっちかい。くだらねえ。これめちゃくちゃくまらん。また81.8って調べたらやばいとこじゃないの。なんかありそうだ。沖縄のまさか隣のやつじゃないよね。なんかありそうだよ。この市にある。もうやめてよ。はい、びっくりだし。じゃあ CM 行きましょうか。はい。行きましょう CM。CM の後エンディングでーす。嫌です。なんでよ。ツイキャス結構来てたな。読みましょう今のうちに。ツイキャス読みましょう。いやはい。ほらやっぱヒストミンは風邪薬や栄養ドリンクとかって。そうそうそう。あ、そうなんだ。あはい。ギマさんからこんなエビクラジオ嫌だ。ヒストミンが喋らない。ヒストミン何のためにいるかじゃ。何してるのここ。サウロニさん今僕は脱皮中です。絶対なんかやってるでしょ。びっくりショー。肉詰めるからね。びっくりショー選ぼう。びっくりショー。びっくりしょ、ひとみ選んどいて。ギマさんこんなエビクリラジオは嫌だ。メール送っても絶対に読まれない。永遠に嫌ですね。なんだっけ味噌煮込みスキーさんの内容。あ、野の中の銀の蛍さん、こんなエビクリラジオは嫌だ。毎週メンバー総入れ替え。あら嫌ですね。もはや統一感ないな。うん、それこそ B びっくりラジオでしょ。 B びっくりラジオいいね。なんか気に入ったやつさ。ビンゴさんにしようかな。 C びっくりラジオ。ん？ビンゴさん D D。 いや A びっくりスポンサーだから D びっくりの。いや D びっくりのって5、4。これある程度読んだら。テーマ考えない。あはい、F メギノワンからお送りしてきましたエービックのエービックラジオ。バレるのやめよう。エンディングの時間が来てしまいました。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション有限会社エービック、片岡解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたしました。はい、さあ今週最も面白かったリスナーさんに送るびっくり賞の発表です。今週のびっくり賞はビンゴさんです。おめでとうございます。とうとう取りましたか。ビンゴさん取りましたね。ビンゴさん B びっくりラジオとかちょっとやばかったですね。ゲストが斜め45度のところ。はい、蓮舫議員ね。蓮舫議員ね。面白かったです。びっくりショー。希望であれば、あの、A びっくりラジオまで、あの、メール送ってください。はい、住所指名ですね。はい、お願いします。はい、今週の視聴者プレゼント、ビデオダビングの A びっくから A びっく商品券1000円分を3名様にお送りいたします。うん、はい、プレゼント希望の方は、avic@fmgino1.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。はい。はい、そして、次回のテーマのお時間です。読んでみましょう。やっぱりラッパリさん、カモン。こんばんは。こんばんは。やっぱりラッパリです。元気でしたか。みんな揃ってっていうのは久しぶりだね。ねえ、寂しかったでしょ。寂しかった。僕の修羅場はね、うん、友達のお先と言い合いになってね、うん、首チョンパーされたことです。それで首チョンパーされたんだ。そこから始まったのか。これ多分やばい話だ。放送大丈夫だったかな。もう存在自体瞳に抜いてもらいましょう。はい、抜きましょうね。はい、じ
つぶるぬれ青の人参が出ました。青の人参が出たということは、はい、来週のテーマ は考えてなかった忘れてた。考えてなかったんですよね。何でしたっけ。なんかオープニングでそのリスナーさんに何か募集して決めてもらおうって言ってたんですけど、もう完全に忘れちゃった。もう生フリーするかみたいな。フリーにする。フリーです。フリーでフリーにしましょう。次回のテーマフリーです。ゆるフリーで高見お前考えてなかったとか言うなよ。本当に考えてなかったね放送に乗るっていうね。しかもだからさ俺もあーとか言ってるしもろバレやし。多分ね乗ってないです放送に。大丈夫かな、バレてないかな。放送に乗ってないんですね、まあ、嘘偽りのないエイビックラジオ、うん、そうです、はい、ということでフリーです、はい、来週のテーマ皆さんフリーよろしくお願いします。ラッパリありがとうね。バイバイ。いやはい、ということで、はい、修羅場ね、修羅場いろいろ喋りましたが、いやコメントね、たくさん今日来てたので、うん、本当ですよ。バーって呼んでいきましょうかね、うん、行きましょう行きましょう、はい、シュプリムさん、のまんこ、キャー言うんかい言うわマジかよ言うんかいそれ。ミサニコミスキーさん、夕飯時にキラキラの題、さっき読んだね。ギマさん、お酒に飲まらないでおこう。公園ね、公園ですよ、皆さん。はい、レンさん、あ、ね、レンさん、ちょっと下に行っちゃったな。レンホーさん、あ、で、レンさん、方言が心地いい、はじめまして。レンホーだったら、初めまして。初めまして。ですね、初めてなの。わー、サプライズ、よろしくお願いします。はい、私も喧嘩になると方言になるよって、うん、高田組ファンさんやっぱ方言出るよね、絶対ね。はい、千本、ハリセンボンさんから、はい、どうせ個室でスマホいじりしているんだよ。もう怖えよ、なんか今日大丈夫かおいごめんなさいね、コメント送った方こんな感じで読まれたくないよね怖いわ、なんか大丈夫か上行きましょう。久しぶりですね、アリセンボンさん我慢しすぎるともうすぐあと1分ぐらいですよ、はい、シュプリームさん、我慢しすぎると黄色い汁が出るよ何でも読むわなんか黄色い汁って真ん中の銀のホテルさん、こんばんは。普段白だけどってこと。はい、はい、エイビックラジオ嫌だ、ね、毎週メンバーそう入れ替え。はい、ギマさん、ね、はい、ギマさん、こんなエイビックラジオ嫌だ、メール送っても絶対に読まれない、永遠に永遠にね。はい、サオロ兄さん、今僕は脱皮中です。こんな感じで読んだよね。読んだよね、これ。読んだなら読まないんだよ。もう時間だ。もうちょいあるよ。もうちょいありますよ。もうみさんから来週放送事項大会だね。はい、もうみさん、メルマが欲しいってメールが来てました。ありがとうございます。送ります。はい。はい、じゃあ締めましょうか、はい、締めますか。ありがとうございます。あ、寂しいな。はい、ということで、来週もよろしくお願いいたします。お願いします。お送りしたのはバナとヒトミンと高見とサンチェスでした。それではまた来週お会いしましょう。バイセーってなるけど、まだまだまだあるんだよね。あるかい。はい、サオリニーさん、中島美香さん、お久しぶりですって。そこで終わるわ